こんにちは、カンパパです。今日もですね、那須の方に来てます。今日はね、風が結構強いんですけど、何せね、出発する時間がですね、もう9時50分ですね。予定より2時間も遅れてしまいました。まあ単純な寝坊なんですけど、ただ天気はですね、九州の方に台風が来てるという話なんですが、まあ、ここ那須はですね、まあ、非常によく晴れておりまして、絶好の登山日和となってます。今日はですね、まあ、風の具合によってなんですが、あっちですね、向こうか、朝日の山頂まで行ければ行ってみようかなというふうに思います。いや、ここはね、登り始めだからどうしても、前回もそうですけど、息が荒くなっちゃうんですが、まあいいウォーミングアップですね。今日は峠の茶屋も、まあ時間が10時ですから、さすがに空いてますね。じゃあ今から入山します。少し展望が開けてきました。今日は尾根を登ってる人はちょっと見えませんね。まあちなみにあそこが朝日の山頂ですけど、中野茶屋跡まで来ました。今日はね、信じられないように風がほとんどないです。揺れ動いてないでしょ。いや、何回もね、那須来てるけど、こんな日は非常に珍しいですね。目の前がですね、チャウスですね。ずっと来て、あそこに峰の茶屋と、剣ヶ峰、そして朝日岳と、ここはですね、那須の山を眺めるには、一番いいとこかもしれません。向こう見えますかね。向こうはですね、まあ、那須町というか黒羽の方なんですけど、まあ、見事な雲海ですね。山頂から見るともっとすごいんでしょうけど、ちなみにですね、今日行こうと思ってるのがこの朝日ですけど、ちょっとこの峰の茶屋からですね、ここは剣ヶ峰という、まあ、山なんですが、この真ん中上の方ですね、こうトラバースしていく道があります。よく見てみると誰か行ってますね。そこから、尾根を通って山頂と。Thank you.
ちょっとね、あの雲海がねゴロ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 言ってるんで気になるんですよね。でだいぶね雲がこっち流れてきてますね。朝日ですね、目の前です。迫力あるな。さすがだな。目の前が朝日。誰か登ってないかな。いや雲海が綺麗ですね。いやロープウェイも動いてる。ちなみにあれが、チャウスの山頂です。ここはですねいわゆる剣ヶ峰のトラバースローですね。こうに行くんですけど、見た通りですね、崖歩いてますので、ちゃんとした登山道はできてますが、注意が必要です。冬はですねここから、滑落してですね、大怪我をされる方が結構いらっしゃいますので、注意が必要な場所です。ね、俺は小槍って呼んでんだけど、ちょっと後で登ってみたいな。もう上からいっぱい降りてきました。下見ちゃいけないんだけどさ、つい見ちゃうんだよ。ここら辺はですね、冗談じゃなくて、こけたら死ぬことがありますので、気をつけてください。つって今俺が一番気をつけなくちゃ。こちらサント小屋方面ですけど、本当にすごいですね。火山というのがよくわかる、光景です。それではあそこまであと一踏ん張り行きます。目の前、手前のピークをですね今登りきったところです。こっからちょっと下がって西側の斜面をこうトラバースします。一応ちゃんと登山道にはなってます。うわ気持ちいい、気持ちいいな。
しょ、トラバースが終わってですね、ここから頂上への登りとなります。いや、ここがね、朝日の肩ですね、肩。すごい眺め。あの巨大な溶岩ドームが、チャウス。やっとこさ、今ね、11時55分、54分。頂上まで、お昼まで。頂上つけるかな。那須はね、本当雄大ですね。素晴らしい。さすがね、火山の跡だけあって荒々しい山肌とですね、あともう一つは非常にあの女性的な稜線を持つこの山並みがですね、非常にマッチして、本当素晴らしいです。お、着いた。お、うめえ。今ね1時34分ですね。まあ飯終わったんで峰の茶屋出発します。これからまたチャンス登ろうかなとも考えてたんですが、まあ一応自分のルールの中で1時過ぎたらですね、午後1時過ぎたら、新たな山登んないと
まあ、ルールをですねもう30年以上守ってるんで、今日は北道、まあ、ピストになりますけど、北道を通ってですね、出発地の、峠の茶屋方面に戻りたいと思います。